どうもヒカキンです。本日は開店したばかりのアップバンクストア新宿店に来ました。見てください、めちゃ綺麗、そして広い。スマホショップとかこんな広いとこ見たことがないです。綺麗。早速入りましょう。でも花束がすごいですね。活気が半端ないのと若い子が多いですね。やっぱりガジェットとか。アップバンクの YouTube が流れてるんですよ。女性もののケースとかすごい種類あります。半端ない量のスマホのケースが売ってます。売ってるそれも4000円で結構普通に安いよ。チーロがめっちゃ売ってる。ちょっと嬉しい、こんなにチーロが売ってたことはない。芝生ケースみたいなのです。芝生ケースだけじゃなくて、なんかこうスマホ用のおもちゃとかガジェットとかすごいたくさん売ってます。なんか買って帰ろうかな。今でしょ。でしょ、あった。じゃあ2回行きましょう。階段がラインになって。あ、この階段すごいね、これラメっぽいね。ラインに立つわ。だよね。2階はなんかこういうキャラクターグッズとかですね。なめこ、だるま、なしぶしゃ。すごいね、ラインコーナーとかもすごいいっぱい。いやでもすごい斬新。こうレビューしてるあのアップバンクさんの YouTube 動画が流れ、店内ですごいいろんな至る所で流れてて、実際にその商品がすぐその近くに売ってると。新しい超巨大クマムがいます。やばい、いいお腹してるわ。うわすげえ、すごい LINE のクマちゃんがいます。すげえかわいい。知ってる人いました、この方。アップバンクストアのマミルントンさん。 YouTube でもね有名なんですよ。初めて会いました。1年前ぐらいから僕見てたんですけど、初めて会いました。初めまして。初めまして。初めまして。いやアップバンクのアイドルです。皆さん大好き。有名人、ありがとうございます。いや感動。僕も本物だと思っちゃいましたね、やっぱ。アップバンクストアに来ればいるかもよ。結構いるんです。結構います。事務所がすごい近いんですよ。あ、そうなんですか。ここから5分ぐらいの。ということでですね、今回僕のこちらの出版したばかりの本がですね、このアップバンクストア新宿店で本のコーナーに置いていただけることになりました。ありがとうございます。本当にもう。普通にこれあのこれ私物なんですけど。超嬉しくてそれが。すごい読んでた。クギサガ目の前にいる、やばい。いやいやもう。ということでこの LINE とかね、まだこれから本のコーナーができるらしいんですけど、ここに今後置いていただけるということなんで、皆さんぜひアップバンクストア新宿店お越しください。ここ見に来てね。、はい、ということでありがとうございました。バイバイ。ヒカキンブログに登録、ヒカキンブログに登録、ヒカキン